こんにちは、群馬の八花浅野香織です。今日は一つ目にアジサイの冬越しの方法、二つ目に酸性の土壌にした場合に一緒に混植できる植物の紹介、三つ目に酸性の土壌にしたアジサイをさらに青い花が咲くようにするための水の作り方、こちらの3点をご紹介していきたいと思います。まず1つ目です。アジサイの苗木の冬越しの準備です。こちらに出来上がった鉢がございます。アジサイの葉っぱ、今は12月なんですが、12月になるとだいぶ枯れてくると思います。その時に、まだ枝についているアジサイの葉っぱをどう切ればいいのかというご質問をいただくことがございます。1月になったらもっと寒くなりますし、自然と全部葉っぱが落ちるんですけれども、落ちない場合は花芽がよくできないので要注意です。ちゃんと落ちるように冬の寒い気候に当てるようにしてください。だいたい気温が15度以下になると自然に葉っぱが落ちて花芽ができ始めると言われています。では葉っぱ、ついている葉っぱは取れる、指で取れるようでしたらどんどん取っていってしまってください。中には取れない葉っぱもあるかと思います。そういう時にはこの葉っぱの根元のところでまだ光合成ができている可能性がありますので、うどんこ病になってしまった部分とか枯れていっている部分をハサミでカットしていきます。手で触って取れる葉っぱは取る、取れない葉っぱはハサミで根元だけを残してカットする、そのように覚えてください。では葉っぱのカットを先にしていきます。指で触ってポロッと取れるようだったらば取ってしまってください。これで枯れた葉っぱのカットと、あと取るのは大体終わりました。ではその次に残す枝と残さない枝を決めてカットします。次はハサミではなくて剪定バサミを使用します。これはアジサイのポット苗から大きくしたものなんですが、だいたい1本の枝につき芽は2つぐらいまでにとどめるとちゃんとした大きな花が咲くと言われています。ですのでこの1本から残す芽を決めないといけません。ちょっとこれは小さいので、こことここの芽を残すことにして、細い枝は切ってしまいます。あと枝の根元の方に元気な大きな芽が出ていることがあります。こちらはこの後、来年、再来年と大きくなっていく可能性があるので、残しておきましょう。細い枝は切ってしまいます。あともう一つ。こちらですね。結構ここに大きないい芽がついているので、この芽は残したいと思います。そして枯れていて、もう、青くなることはないだろうなという枝も切り落とします。この枝からはこの2つの芽を生かしていこうと思います。それからこちらも剪定しようと思います。こちらの枝もこの芽とこの芽だけを残して、こちらの枯れてしまっている枝はカットしていきます。栄養が分散してしまうのを防いで、一
一つの枝からなるべく大きな花を咲かせるために必要な作業です。こちらのケイコの苗は酸性土壌にして青い花を咲かせたいと思います。その時にいつもご紹介している坂本園芸さんの青色にするための pH 調整済みの青色のアジサイの土、そこに月1回の肥料を与えます。2つかみくらい、この10号鉢で2つかみぐらいです。冬の水やりを忘れないようにするために、冬アジサイの鉢に一緒に何か花苗を植えたいなと思うんですけれども、酸性土壌に合う花苗で冬の間も咲いているものというのは結構種類が限られます。ですけれども、ツツジ科の植物は酸性土壌が向いてると言います。ここにあるのはエリカです。こちらはツツジ科の花木になります。花苗ではなくて木なので、1年で枯れたりすることはなく、このままだんだんと大きくなって、大きくなると80センチぐらいになると言われています。そして近い種類でカルーナ、今日は2色買ってきました。こういったブロンズ色のものとか、あと緑色と白の花が咲くものもありますし、ちょっと紅葉したような感じで綺麗な葉っぱの色になるものもあります。カルーナです。この3つの苗を植えていこうと思います。エリカもカルーナも冬の寒さに強いです。冬も花が咲いています。そしてツツジ科の植物ですので、酸性土壌に向いています。低木花木になりますので、高さが大きくなると80センチ、こちらですと40センチぐらい、こちらは80センチぐらいになると言われています。もし大きくなりすぎてしまったら、また別の鉢に植え替えようと思います。花期ですので、1年で枯れることはありません。そのまま成長していきます。下の方から花が咲いて、だんだん上の方まで咲いていくんですね。カルーナもエリカもいろんな種類があって、ピンクとか白の花が咲くものが多いです。では植え替えていきます。今は12月なので、アジサイも休眠期に入ります。あまり根を動かしたくはないので、必要最小限に穴を掘りまして、でそこに肥料を入れていこうと思います。もう根っこも張ってしまっていると思いますので、ちょっとそーっと優しく混ぜるぐらいがいいですね。有機肥料ですので効き目は穏やかです。では大きさをちょっと2つ、そうですね、後ろに、ではこの正面をこちらにして、後ろ側に背の高いエリカを植えていきます。エリカは酸性土壌があったツツジ科の植物なので、このように鹿沼土に植わっています。そしてとてもよく根が張っているので、そしてこれから冬なのであまり動かしたくありません。ですので、そっとこう根鉢を崩さずに植えていこうと思います。次にカルーナを植えていきます。カルーナも酸性土壌に適した追加の植物で、冬にも花が咲きます。花の丈、高さはだいたい40センチぐらいになると書かれてあります。これから冬なので、あまり根が活発には張りません。ですので、今張っている根を大切に
そっとそっと植えていこうと思います。エリカとカルーナが植わりました、後ろにエリカ1本、前にカルーナ2種類、そして、アジサイ、ケイコの苗が2つ植わっています。これで私も冬の間、水やりを忘れることなく、カルーナの花をめでながら過ごせることと思います。アジサイを育てていただいている皆さんの最大の謎は、なぜ買った時みたいな青色に次の年も咲かないのかということです。翌年のアジサイをどちつかずの紫色にしたくないということで、ご質問をたくさんいただいております。pH 調整済みのアジサイの培養土とアジサイの肥料だけでは買った時のような青色にするのはちょっと難しいんです。アジサイ生産者の長年の研究と実験による青色アジサイをより青くきれいに出すための知恵と経験が詰まっています。プロ用の薬剤というのも販売されてはいるんですけれども、それはとても量が多くて扱いも難しいので、こちらの漬物に使ったりするミョウバン、青色アジサイをより青く咲かせるためのミョウバン水の作り方をご紹介していきます。